友達を用意したよ。ちゃんと遊べたら教えてあげる。Thank you.
に相手してられない。Thank you.
みんなローズが嫌い。だって化け物だもんね。ちょっと変な力を持ってるから。お父さんと同じだ。だから友達がいないんだ。うるさい。本当のことだよ。わからないふりをしてるの。ローズが怖いんだよ。ほらやめて。自分が変わっちゃうから。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。時々まだ生きてたらどうなってるかなって想像するの。自転車教えたり、宿題手伝ったり、絵本を読んでくれたり、ずっとそばにいて褒めてくれたりした。私が不安になった時は、父さんならなんて言ってくれるのかな。ここはどこ？なんだか懐かしい。前に来たことある気がする。飾り付けがたくさんある。何か特別な日なの？二人がいて本当に幸せだ。声が聞こえる。これって父さん？ここは昔私が暮らしてた家なんだ。もしかして他のものからも父さんの声が聞こえるのかな。今は無理だけどいつか一緒にワインを飲めるようになるのかな。ワインが好きだったんだ。これを流すとスプーンを叩く。将来はミュージシャンか？父さんは楽器を弾いてたのかな。
ミルクを飲むのが何より好きだよな。きっと泣いたらすぐ飲ませてくれたんだね。ローズは本当食いしん坊だ。しかもフルーツばかり欲しがる。ずっとフルーツが好きなんだよね。思い出の曲だ、大切な。この曲、なんだか懐かしい。好きだな。あ、少し早かったかな。けど、渡すのが楽しみだ。一緒に遊んでくれてたのかな。ここ、私の部屋？子供の成長って早いな。ずっと見ていたい。ベッドがすごくちっちゃい。きっとこの服もすぐに小さくなるな。ちっちゃな服、こんなの着てたんだ。
どちらかというとローズはパパにかな。私幸せそう。誰からの手紙？ハーフバースデーおめでとう。プレゼントは約束だよ。たとえ何があってもそばにいる。誕生日にはろうそくを一緒に吹き消そう。朝はパパがご飯を作って学校へ送るよ。怖い夢を見たときは子守歌を歌おうか。不安な時は抱きしめて大丈夫って言ってやる。ローズはパパの宝物だ。それを忘れないで。パパより。お前は愛されてない。いや、いや、マイケル、マイケル助けて、マイケル。ねえ、知ってる？お前が欲しがっているものはここにはないよ。じゃあ浄化結晶は持ってないってわけ？ここにあるわけないでしょ。それには深く潜らないと。もっともっと。かわいそう。また騙されちゃって。どうしてこんなことするの？誰もお前を愛さない。一人ぼっちで死ねばいい。一人ぼっちで。家ごと飲まれちゃえ。家から逃げなきゃ。先だったのに。先どうしてお前が選ばれたの？一体何を言ってるの？
家ごと飲まれちゃえ。家から逃げなきゃ。先だったのに。エブリン？あの子のこと？